はい、僕だけのイルミの話、僕だけのイルミの話、ですね、ちょっと長い話になるんですけども、私がよくね、行っている、地域、まあ、ここを抜けないとその先の方角に絶対行けませんよっていう地域があって、でその道があって、でその道はですね、横断歩道を渡らないと次の場所行けないわけね。と言いますのも、まあ、大きなね、3車線4車線ある道路 で自転車で私行きますのでね、で自転車で行くとですね、車の右折レーンに入れないんですよね。まあもしかしたら入ってもいいのかもしれないけど、自転車遅いからね、迷惑かけるし、だったら歩道上がって押してって歩道橋上がって渡った方が安全性も高いし、まあ車の迷惑にもならないし、うん、なんかロードとかね、早いので車の後ついてって右折しちゃうっていうこともそれはありだと思うんだけども、あるいはもう二段階右折みたいな感じでね、横断歩道もついてないし、もうややこしいので、安全性とあるいは法規のね、法のそのどう従うかみたいなのもあるから、歩道上がっちゃおうと、歩道上がって歩道橋を渡って、で向こう側降りれば一番安全だし確実だし、まあ、誰からも文句言わないから、そういつもしてたんですね。いつもそこ行く、抜けるときは歩道橋をね、押して自転車で渡ってたと。でその歩道橋もね、デッキみたいになってて、すごいでかいんですよね。だから、まあ要するに歩行者と、まあ、チャリとかそっち渡ってくれよっていう、自動車だけ下通ってくれよっていう、そういうまあ雰囲気なんですね。でそこいつも歩道橋を通ってて、バカでかい歩道橋ね、前もちょっと話しましたけども、毎回そこ通るんでね、もう疲れるんですよね、そこはね。自転車を押してね、長いことスロープ上がっていくし、で下る時も乗れないからね、押して降りるっていうちょっと無駄な感じもあるし、だからいつもそこ疲れると。うん、でちょうどね、疲れるところにポイントにあるんですよね、家から結構離れてて。でもその地域抜けるにはそこの歩道橋を通らざるを得ないから、それがベストだから、これ、ね、迂回しようとするとね、迂回路もあるんだけども、相当こうロスになるっていうかね、時間的にもよりかかるし、いくら平坦とはいえ来なきゃいけないんで、もうかなり疲労すると。じゃあこの歩道橋を通るのが一番最短だし、最も疲れないし時間も短縮できると。夜も帰ってくる時にね、もうヘトヘトになりながら、フラフラになりながらそこの歩道橋上がるみたいな。でこの歩道橋を上がって降りれば、もう新たな歩道橋ね、出てこないんで、まあ乗っていけるからね、うん、まあ多少坂あるんだけど、でもまあ乗っていけるから安心みたいな。うん、絶対に降りて押さなきゃいけない地域はここしかないっていうね、それ帰りのポイントで、結構家が遠くて大変っていうね。うん、でいつもそこ大変だなみたいな感じで、すごい疲れる時にあるんだなみたいな感じで、で自転車で10時間を超えるようなね、長い旅をして帰ってきた時にそこがあるわけだから、もう休憩なんか必要ないし、もう早く帰りたいのにいちいち降りて押すっていうね、うん、まあ、そういうポイントが難所があったわけですね。でつい先日、そこの難所をどうにかして近いルートないかなみたいな感じで探したわけ。数年前にも探して、今回もまた探して、 Google Earth とか使ってここ行けるんじゃないかと、探して実際に行ってみたんですね。そしたら抜けてて、つまり、歩道橋を渡らなくても、上渡らなくても下でずっと行けてしまうルートが発見して、ただこれはね、相当そこの土地に詳しくないと抜けらんない裏道中の裏道みたいな、はい、地図には全くそういうふうに書いてないし、 Google Earth でいろんな角度から見てようやくここ抜けてるんではないだろうかみたいな、抜けてないとここおかしいよねみたいな、そういう、
地元の歩行者だけが分かるような道、当然車なんかそこ抜けられないからね、自動車、自転車と歩行者しか抜けられないような、原付もねそこは抜けられません、はっきり言って。そういうね裏道があってですね、あここ行けると思って、で行ったら抜けてたんですね。で当然これ上上がらなくていいから、歩道橋の上上がらなくていいから、ずっと乗ったまま行けるっていうね。はい、これで、まあ、ちょっともうちょっと話あるんだけど、まあ行けたっていうことでね、で目的地まで行って帰ってきて、もう夜ですよ、夕方4時8時、でまだこれから数時間来なきゃいけないし疲れたなと思って、でいつもの歩道橋ポイントまで来たわけね。でいつもはすごい疲れてるの、この歩道橋また上がるのかみたいな感じで、でちょっと待ってよと、今日朝来るときに抜けてるポイント来たなと、こう抜けてたよねと覚えてると、で交差点明度はね、その曲がるポイントも若干複雑なんだけども、一応ね目印的なものは覚えてるし、行きで行けたんだから帰りも行けるだろうと、はい、いうことでその抜け道ポイントをね行ったわけです。ほとんどねロスないんですね、ほとんど、まあ、最短距離に近い形で歩道橋を上がらなくてもいいという、時間短縮だし体力も温存できるというね、そこを行こうと思って、で、帰りにそこを通ろうとしたね。でそこに入るポイントまでですね、普段と違うルートを行くわけですよ、裏道だから。裏道と言いますと、私の感覚の中で裏道で、本当はそのビジネス街とかで、昼間は人がたくさんいるようなビルばかりの場所で、で朝行った時もビジネス街だなということは分かってたんだけど、その時日曜日で通勤の人がいないからね、閑散としてて自転車も走りやすいんですよね。でそこ行ったらね、夜で、で季節は12月 でクリスマスのイルミネーションがガーッとあって、で2021年の12月ですから、そのみんな飲みとか行かないで帰っちゃうんですよね、うん、自粛でね、自粛というかまあ、はい、でみんな帰っちゃうんで、そもそも帰っちゃうんで、そのビジネス街うろうろしてる人なんかいないわけですよ。飲みに行かないんだからね、だから終わったら帰っちゃうわけ、みんな、うん、どうしても残業者はいるだろうけども、その人で終わったら速攻帰るからね、うん、というわけでね、忘年会シーズンなんだけど、別になんかあるわけでもないし、まあその地域はビジネス街でね、飲み屋とかないんだけども、でもやっぱりね、そのぐらいの4、8時だったらまだ会社残ってるね、じゃあ飲み行くかみたいな感じの人たくさんいると思う、普段ならいないわけ。本当ねガラーンとしてて、日曜日っていうのはありますけども、イルミネーションだけがかなりたくさんね光ってると、まあ、大きな企業がたくさん入ってるんで、イルミネーションもイルミもですね気合が入ってるわけね。で最近のイルミの傾向として流行りというかね、なんか寒色系、青とか白とか、それ寒色系のイルミがね結構あるんですよね。で LED のねその技術が上がったからとか、そういうこともあると思うんだけど、昔は見なかったような青とか白とかのイルミがねあって、で普通は木にね飾り付けをして、その木が光ってるみたいな、そういうイルミなんだけども、そこはね壁にこうたくさん LED なのか分かんないけども、このイルミをね合わせて壁一面がこう光るみたいな、青と白にね光るみたいな、そういうイルミで、まあそれはもうファンタジーな世界なわけですよ。だからなかなかすごいなみたいな感じで、よくね駅前とかでもイルミやってるとこあるんだけど、そこはねひときわやっぱりたくさんあって綺麗でしたよ。やっぱりその企業がね力入れてやってるというか、まあそういうことなんですね。で誰も見てる人いないんですよ。まあ、観光地じゃないっていうのはあるんだけども、でもやっぱりユーミがねそんだけあったら、なんかイルミ見に行こうみたいな感じで親子連れとかねカップルとか来てるケースもあるんだけど、そこはねなんか誰もいなくて、
でそんな治安の悪い地域じゃないし、ビジネス街とはいえね、観光客だってそこ立ち寄ってもおかしくないし、で穴場なんだなみたいな感じで、うん、まあ、最近のね、パンデミックのせいもあると思うんだけど、夜みんな歩かないですね。それで私だけがね、そこのイルミネーションゾーンをね、自転車で走ってると。でそこのゾーンはね、私がそこ通る前からずっとイルミやってて、例年イルミやってたと思うね。だけど私はね、その1本違う、1,2 本違うルートの横断歩道、歩道橋ルートをね、ずっと何年も行ってたんだね。そこに、そこを見ることがなかったわけで、よくね、よくその考えてみれば、あそこのゾーンっていうのは、イルミのゾーンっていうのはちょっと袋小路みたいになってるんですね。半ば袋小路みたいな、車で行ったとしてもどこ抜けんのっていう話。抜けられないことはないんだけど、直線的に抜けてるとかそういうルートじゃないから、だからこれか、用ある人しか来ないでしょみたいな、そういうルートで、うん、さすが裏道になってる時ありますよね。それで、あ、なるほどなと、ここは穴辺なんだなと。でも大きな企業がたくさん入っているビルがあるから、イルミはね、しっかりしてると。だからまあ現在は僕だけのイルミになってますけども、例年こうね、イルミをやってたんだなと、私は見ていなかっただけで、もう道のね、一本二本その違えば、もう本当にとんでもないイルミが待っていたという、はい、まあそんなわけでね、こう裏道探していたら、計らずもえぐいね、イルミをね、発見したという、そういう話です。